はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、虹コイン、集めてますか？虹コインは、このゲームで、結構重要なアイテムとなってます。まあ、そりゃそうですよね。装備品なんだから、ものすごく重要です。で、虹コインは、なかなか入手が難しいんですよね。流玉の迷宮に行っても、1時間で数枚しか出なかったとか、結構ザラにあります。もう入手が難しいんですよ。で、今日は、虹コインをある程度厳選して出す小技をやっていきたいと思います。このある程度っていうところがポイントなんですよね。で、結論から言いますと、やり方は、ライバル団を倒して入手する方法ですね。ライバル団を倒すと、結構な確率で虹コイン落とします。それをね、今日は使います。まず、ライバル団の出し方ですけども、まあ、ご存知ですよね。宝箱を持ってると、出てきます。この出てくる感覚が、まあ、7、8分に1回ですね。7、8分に一度ライバル団が出てきます。まあ、とりあえず、今、宝箱を持ってまして、時間もそろそろ出てくる頃ではないでしょうか。ライバル団が出るまでちょっと待ちますね。はい、赤色になりました。もうそろそろ出てくる感じですね。で、ある程度厳選できるって言いましたよね。このある程度っていうのが、ライバル団で出てくるモンスターは、厳選して出すことができるということですね。ライバル団に出てこないモンスターは、虹コイン厳選することができないので注意してください。まあ、メタル系とか宝石系、あそこら辺は、ライバル団で出てきませんので注意してください。でもライバル団で結構いいやつ出てくるので、それを厳選していきましょう。俺はね、デビルウェポンを今探してます。デビルウェポンがね、あと残り2つなんだよね。ゲットしたいです。あ、一発で出たな。デビルウェポンが出てきました。あ、じゃあちょっと説明しなきゃいけないから、一回戻るね。で、今回デビルウェポンが出なかったと仮定します。そうしたら、距離を離します。そうすると消えるんですよ。で、消えて、また近くに行くと、あ、今回はまたデビルウェポンだったんだけども、ギンギーラだったけども、消えた時に、次出てくる、抽選がされます。で、それで、違うやつが、ほら、出てくることもあるんですよね。うん。まあ、同じやつが2回連続っていうのはあんまないんだけども、まあ、とにかくこれで、自分のお目当てのモンスターっていうのを、探してください。うん、今回違うね。まあ、2回連続でデビルウェポン出たから、ちょっと出ないかな。はい。まあ、とりあえずこれで、行ったり来たりして、モンスターを厳選していきます。で、モンスターを倒したからといって、必ず出るわけじゃないのよ。高確率で出るは出るんだけども、出ないこともあります。なので、あ、危ない危ない。こう、モンスターがね、こう出だしたら、セーブしてください。セーブ。セーブ忘れてたわ。このセーブをしなくてはいけません。セーブしますね。忘れてたわ。はいはい。で、モンスターを出します。で、もしも、出なかった場合、倒しても、コインが出なかった場合、には、ロードをしましょう。ロードをして、何度も何度も、そのお目当てのモンスターを倒せば OK ということですよ。いや、出てこないな。さっき、出たでしょ。2回連続出たでしょ。まあまあまあ出ないことも、そりゃありますわ。うん。でも、そのうち必ず出るから。必ず出るので、厳選をね、頑張りましょう。俺もあと2つなんだよな。違う違うぞ。次は出るか。あ、出た。デビルウェポン出ました。よし。じゃ倒していきますね。デビルウェポンは最後の楽しみだ。では、頼むよ。出てくれ、虹コイン。金だった。金でしたね。では、出なかったので、ロードしていきます。戻ってきました。
ではまたね、あ、次下に出てきたか、下か、はい、違う、また厳選していきますよ。ちょっと違うところに出てくると調子狂うな。まあ距離を取れば、必ず逃げますので、そこで厳選しましょう。カンダタ、違う、ギンギーラが出てこないとちょっとダメなんだよね。よし、カンダタ逃げた。次はどうだ、いや違う、出ました。よし、次こそ頼むよ。次こそは、いや違う違う、頼む。おおお、ああ外れです。はい、まあこれをとりあえず繰り返していきますね。次はどうだ、出ろ。あれ、次こそお願いします。あー金だった。あー金か。次はよし、出ました、デビルウェポンコインですね。ついでに金も出たけども、金はいらないんだよね。はい、でとりあえず、出ました。で出ましたらセーブしてください。セーブをして、あ、まだセーブしなくていいかな。うん、とりあえずまたね、7、8分待てば、ライバル団が湧きます。まあ、7、8分待ちましょう。で、敵が湧き出してからセーブしようか。うん、そしたらセーブの回数が1回減るので、まあ、若干だけども時間が、短縮されますね。じゃあ7、8分待ちましょう。はい、7、8分経ってまた出てきました。厳選していきましょう。あとね、デビルウェポンコインが1つ欲しい、残り1つ。うん、それを厳選していきたいですね。7枚ぐらいこれで出したな。どうだ、あー来た、頼むよ。ここで出したい。キラーアーマーもいいからね。お、ちょっと待って、出たな今。あー、でも金か。虹、虹、あーダメだった。はい、ではこれでね、またロードして、厳選をやっていくという感じですね。はい、ということで今日はある程度、二次コインを厳選して出す方法をやってみました。これはライバル団で出てくるモンスターしか、対象じゃないので注意してください。でも、ライバル団のモンスター、結構いいの出ます。うん。なので、足りないやつとかをこれで厳選していくと、意外と簡単かもしれませんよ。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。